デトロイト交響楽団はアメリカ合衆国ミシュガン州デトロイトを本拠とするオーケストラ。現在の音楽監督はレナード・スラットキン。レナード・スラットキン、ネイメイ・アルビ・アンタルドラティ・デトロイト交響楽団は1914年に設立された。1922年2月10日にピアニストのアルトゥール・シュナーベルを迎えて世界で最初にラジオ放送を行った。 その後も、報道者や、ジェネラルモーターズ社の提供によって、アメリカ国内で、ラジオ放送を続けている。演奏会は、例年45万人の集客力を誇り、1926年からは、児童のための教育的な無料演奏会も、行っている。2005年度中に、楽団の敷地に、芸術高等学校が開設される予定である。第2代の主席式者、 オシップ・ガブリー・ロビーチは就任時の交換条件として演奏会場の新設を要求し、このためオーケストラホールが設立された。ビクター、ロンドン、デッカ、マーキュリー、RCA、シャンドスなどのレーベルや自主レーベルに数多くの録音を残している。ポール・パレーが音楽監督を務めた時代に飛躍的な発展を遂げ、アメリカ中大オーケストラの一つに数えられるまでに、 躍進した。パレートデトロイト公共楽団は、マーキュリーレコードに、サン・サーンスの公共曲第3番をはじめとする大量の録音を行い、その名声を全世界に轟かせた。パレー退任後には、楽団の財政状況の悪化と相まって、しばらく低迷期が続いたが、アンタルドラティの音楽監督就任によって、再び黄金時代を迎えた。 ドラティ式の春の祭典の CD はグランプリでディスク大賞に輝いた最初の CD である。ありがとうございます。